今回のビビビの美はただいま開催中の写真展美和郷光明の世界猫歩き2の見どころについて動物写真家の岩郷さんにお話を聞きました。ニューヨークって東京と同じようにすごく忙しい街なんですけど、その中でも猫を探してたらピザ屋さんに猫がいるって聞いたんですよね。そのピザ屋さんにどんな猫って言ったら、いや看板の上に飛び乗るんだよって言われて、でそのピザ屋さんの前に行って、でカメラを構えたんですけど、待てど暮らせど現れない白い猫だって聞いてたんですけど、通りでカメラを構えてるんでピザ屋さんにご迷惑をおかけしてるなというので、スタッフで代わり番号にピザをみんなで食べて、僕なんか3枚ぐらい食べさせられたような気がします。お腹いっぱいになって、でまあ夕方になってしまったんで諦めよう、また明日来ればいいよっていうので、そしたら通りの向こうの方から白い猫がこっちへ向かって歩いてきてくれて、でその看板の下に来てポーンっていきなり飛び乗りました。やっぱり話を聞いてた通りに、そしたら、ね、店員さんがこう出てきて、手にはウェットの缶詰とドライフード、キャットフードを持って、でこの看板の下でホワイトスライスに餌をやりました。でホワイトスライスは食べて、で食べた後もまたポーンってこう看板の上飛び乗って、でこう前足を垂らして、今度は通りの方に顔を向けて、でこう通りを行く人々の姿を見て、時々声かけてもらったり撫でられたり写真を撮られたりいろいろする、本当その街でもとても人気者になってましたね。地球魚みたいな猫は僕はスーパーキャットって呼んでるんですけど、本当にこちらが考えていることをなんか彼は分かってるような気がするんですよね。リオデジャネイロのコパカパーナっていうビーチがあって、そこに毎朝こうやってきて、で仰向けになって寝るんですけど、あの座り方で普通仰向けに猫を寝かされるとパッてこう起き上がってしまうんですけど、チキンリョ君はそのまま30分1時間もあのままで、8時過ぎるとブラジルの太陽とかこう強烈なんですけど、こうパラソルが咲き始めるんですね、ビーチですから。その中にこう入っていったら、こう追いかけてカメラで撮影しながら入っていったら美女がそこにいて、美女の隣にちゃっかりと座って、そんな男の子です。ご主人と至近力の息がぴったりなんで、ご主人が至近力にこうしてってお願いすると、分かったよって、こうアラブ首長国連邦で撮ったんですけど、砂漠に暮らされている方がいて、でその暮らされている方々のうちに猫がたくさんいるって聞いたんで、で取材させていただいたんですけど、本当に朝早いうちは、また砂漠が暑くならないうちはみんなで朝散歩するんですよね。その姿がとても良くて、でも砂丘に足跡が残るところを撮りたいなと思ってたんで、それどんな時に足跡がつくんですかって言ったら、その霧が砂漠にかかる時に、そういう時に砂漠に足跡が残る時っていうのがあるって聞いたんで、それを待ちました。3日ぐらい待ちましたね。そしたら砂丘にこう足跡が残って、6歳の女の子なんですけど、猫ってなかなか絶景のところにこう行ってくれないんですけど、彼女は紅茶畑 その働いてる人と一緒に暮らしてるんで、だから紅茶畑に毎朝散歩するんですよ。でここの岩に乗ってくれたらいいなと思ったとこ、ここに思った途端にポンって乗ってくれて、で朝の霧がこうかかっていて、谷間にまさにこう霧がかかって高度が高いところに美味しいお茶が紅茶ができる。でミスティはその紅茶畑を散歩した後、事務所に行ってミルクティーをすするんですよ。すすってる紅茶があまりにも美味しそうで、僕我慢できなくなって、すいませんっつって ミスティー の飲んでたお茶を僕も飲む。そしたらご主人が、君にはちゃんと用意してあるからねって言われました。周南市美術博物館で行われている写真展世界猫歩き2ですが、9月の18日まで、続きます。ぜひ皆さんいらしていただければ嬉しいです。